まあ、市長に一つお願いがありまして、はい、新幹線の用対策度を、うん、まあ、手稲、ね、うん、山口で、うん、まあ、引き受けていただくということで今、うん、受け入れしてるんですけど、手稲、はいはい、ね、山口の皆さんは、うん、あのそれに反対をしないで、うん、その代わり地域振興をお願いしたいということでね、はいはいはい、あの道の駅を、うん、あの337号線沿いに、まあ、ぜひ作ってほしいという要望があって、はい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 、残土はどんどん入ってくるんだけど、うん、道の駅の話が、うん、全く進んでないので、はいはい、地域のやっぱりこう振興策ということについて皆さんこうおっしゃっていたので、そこはやっぱりこうきちっとやっていくと、はいはい、それに加えて、うん、やっぱり地下鉄ですよ、地下鉄、はいはい、かつてはあの JR 北海道さんは地下鉄の延伸には反対だったんですが、うん、地下鉄の延伸のためにやっぱり国の許可に向かっているのがあるので、はい、あの都市局とも、はいはい、ね、話をしていまして、はい。